ゴシロリはコスプレじゃないよ。皆様ごきげんよう、カラスマアリスです。今回はゴシロリなどのロリータファッションとコスプレとの違いについてお話しいたします。そもそもコスプレって言葉もゴシロリと同じくらい広がりすぎてて、よくわからない人も多いと思います。なので簡単にご説明しますね。コスプレとはコスチュームプレイ、略してコスプレ。このプレイは演じるという意味が強いのかなと思います。このコスチュームプレイという言葉、ウィキペディアによると、もともとは時代劇などを指す演劇用語だったそう。1970年代のコミックマーケットなどの同人誌即売会で、アニメ、漫画などのファンがキャラクターに扮装し始めました。そこからキャラクターや職業など自分とは違う他者の装いを真似てなりきることをコスプレというようになったみたいですね。なので仮に他のものの姿をするという意味の仮装とも異なります。他のものの姿をして演じる、なりきるのがコスプレということですね。ゴシロリとは、ゴシロリは80年代原宿生まれのロリータファッション、それから欧米生まれのゴシックカルチャーが合体したファッションです。詳しくはこちらの動画でもご説明していますので、興味のある方はぜひご覧ください。なんで似てるのかって、ゴスロリやロリータなどのファッション、それらは2000年代に広く流行し始めました。当時アニメや漫画などの題材としてもいち早く取り上げられたゴスロリ、そのため人によっては初めてゴスロリを知ったのがアニメだったという場合もあるでしょうね。ゴスロリ風のキャラクターになりきってコスプレをする方もいらっしゃいます。あとはこの時代にメイドカフェブームと時期が被っていたんですよね。ロリータファッションに見られるような可愛い装飾をメイドカフェの制服のデザインとして取り入れたり、あとはオタク文化にもストリートファッションにも詳しくないメディアが混同したままからかうように取り扱ってしまったり、なので本来のファッションとしてのゴスロリをよく知らない方の場合は、これらを見分けるのはちょっと難しいかもしれません。ゴスロリとコスプレの違いは、ゴスロリは他の何かになりきるのではなく、ただ自分が可愛いと思うファッションを身にまとっているだけなんですよね。派手に見えるけど、その辺は他のファッションと変わりはありません。ファッションなので基本的に家で着替えて出かけます。対してコスプレの場合は、例えばうるせえ奴らのヒロインラムちゃんが電車に乗ってきたらどうでしょうか。露出度以外にも、公共の場所でそれはちょっとと思ってしまう、そんな表現の多様な造形のキャラクターもいますよね。なのでコスプレはイベント会場に準備されている更衣室で着替えます。家から会場まで着ていくことは禁止されています。コスプレのままコスプレイベントに行こうとしても入場させてもらえません。コスプレイヤーさんにとっては当たり前のマナーですよね。違いがわからずに何でも簡単にコスプレって言っちゃう人って、コスプレイコール非日常的で派手な服、多分それくらいの認識なんだと思います。そんな人はモード系のファッションブランドのコレクションですらコスプレって言っちゃうのかもしれませんね。でもせめてゴスロリやコスプレに少し興味があったり好きだなと思う人には、この違いは分かってもらえたらなと思います。このチャンネルではトリートファッションに興味のある方に向けた分かりやすい解説動画を更新しています。この動画を気に入ってくれた方はチャンネル登録、高評価をお忘れなく。以上、カラスマアリスがお伝えしました。